はいどうも、井戸です。今日もプロスペースやっていきましょう。ということで今回はですね、こちらの S ランクアニバーサリー契約書括弧第2弾をスターロードでゲットしましたんで、こちらを引いていこうかなと思います。まあ正直今回のスターロードに関してはめちゃくちゃ早くゲットできちゃいましたね。エナジー使ってないんですけど、まあ前回の動画でね、アニバーサリー第1弾の選手が無料でゲットできるスカウトの方が出てたんで、そちらを引いたんですけど、まあ新人王がほぼ間違いない森下選手ゲットできたんで、今回のね第2弾の方も頑張っていこうかなと思います。まあとりあえずね、こちらの契約書を引いていく前に選手の方を見ていこうと思います。まずカープの堂林選手、中日の大野選手、ヤクルトの山田哲人選手、西武の森選手、ソフトバンクの千賀選手、楽天の涌井選手、ロッテの鳥谷選手、日ハムの宮西選手、オリックスの吉田選手、ジャイアンツの岡本選手、 DeNA の佐野選手で、ラスト阪神の西選手。正直ね、第1弾の方がいい選手出てるのかなって思って見てたんですけど、第2弾の選手もね、能力値が結構上がってて、第2弾の方もだいぶ豪華なんで、正直欲しい選手めちゃくちゃいますね。まあ、この中でね、今回自分が狙っていきたい選手なんですけど、まあまず中日の大野選手ですね。アニバーサリーで能力がオール A になってて、で、大野選手に関しては実際今まで S ランク当てたことないんですよね。で、前から動画で言ったりしてるんですけど、ツーシームが A なんで、多分リアタイとかで使うと結構強いんじゃないかなと思ってます。まあ今年の成績もものすごいですからね。まあ大野選手に関しては今まで縁がなくて、 A ランクも1枚しか持ってなくて、限界突破もあんまできないんですけど、まあ限界突破コーチとかあるんでね、ゲットできれば極みにして使っていきたいなと思ってます。西武の森選手も欲しいですね。まあ今シーズンちょっと成績が落ちてるんですけど、まあ能力的にはミート A あって、パワーも走力も B あるんで、まあ去年のね、セレクションの森選手をまだ使ってる状況なんで、まあスピリッツの上がった森選手ゲットできればオーダーで使っていけるかなと思ってます。日ハムの宮西選手も欲しいですね。中継ぎで9位と制球が A。 宮西選手に関してはね、ほんと 3,4 年前かなに当てた宮西選手がいて、限界突破も極みまで持っていけるんで、久しぶりね宮西選手ゲットしたいなと思ってます。続きまして DeNA の佐野選手。まあ今シーズンね、4番としてブレイクして、アニバーサリーの能力値がミート A いってますんで、ちょっと佐野選手は欲しいなと思ってます。まあ一応こんな感じですね。他にもね、ヤクルトの山田哲人選手だとか千賀選手だとかいるんですけど、まあこの山田哲人選手と千賀選手に関してはシリーズ2ゲットしてまして、まあ能力はちょっと上がってるんですけど、まあちょっと被っちゃうんで、まあ持ってない選手当たった方がいいかなと思ってます。まああと西選手と吉田正尚選手に関してはシリーズ1持ってて、まあスピリッツが100しか変わらないんで、まあすぐにはいいかなという感じですね。まあ当たってくれても全然嬉しいんですけどね。まあこんな感じですかね。正直ほとんど当たってもオーダーで使っていけるかなっていう選手ばっかりなんで、早速ね契約書の方を引いていきましょう。まあ正直今回の一番の狙いとしては大野選手、宮西選手かな。まあ特に大野選手当てたことないんで、ゲットできればなと思ってます。それでは引いていきましょう。さあ来てくれ、大野選手欲しいな。さあさあさあ、大野選手来い来い。どう、西選手。まあ西選手に関してもシリーズ1持ってるんですけど、まあ限界突破も極みまで持っていけますし、まあ良かったかなと思います。まあ能力値もね BAA あるんで、まあ一番の狙いの選手ではなかったですけど、オーダーとかでね使っていけるんで、今回は良かったかなと思います。まあということでね、今回スターロードでの累計報酬 S ランクアニバーサリー契約書括弧第2弾を引いていったんですけど、まあもう皆さんね引いてる方も多いと思うんで、ぜひねコメントで誰が当たりましたよっていうのを残していただければなと思います。ということで、これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。